ーターのモンディ陽子です。まあ、外は紅葉も始まり、こうファッションが楽しい季節になりましたね。皆さんいかがお過ごしですか？私はこう履くだけでもおしゃれ度がアップするロングブーツが履けると思うだけでもこうなんかワクワクしています。で、今日はこちらバンクーバーファッションウィークに足を運んでみました。バンクーバーファッションウィークといえば年に2回春と秋に開催されるバンクーバーで一番大きいファッションのイベントになっています。カナダ国内だけではなく日本をはじめアジア諸国、またおしゃれのメッカでもあるイタリアやヨーロッパ各国から世界の若手デザイナーが参加する登竜門ともなっています。また皆さんもご存知のこうアナスイ、ローレンバイタル、ターンオーバー、エコーなどの有名デザイナーもこちらのショーに昔は参加していました。で、今回は日本を拠点にしているデザイナーの方々をご紹介したいと思います。まず最初にご紹介するのは遊び心に満ちたシルバージュエリーを生み出すアルジェンテリア銀行の近藤京子さんです。アルジェンテリアというのはイタリア語で銀の店で、また銀行というのはいろいろな国で銀杏という意味を持つそうです。まず私は今シルバーアクセサリーをメインにしておりまして、あとは真鍮とかあと10金、転金ゴールドを使って作品を作っております。で、作品のタイプが3つありまして、1つは、爬虫類をモチーフにしたもので、1つは、ラフカットの原石のような石を使ったもの、もう1つは、ちょっとこう遊び心のある安いものなんですけどビーズとかを使ったものを作っておりまして、最初はやはり動物の感じのモチーフを使ったものが多かったんですけれども、それは私が昔ワーキングホリデーでオーストラリアに行った時にですね、ワニ園で働いたことがありまして、そこで使ったワニのモチーフというのを最初に扱ったことによって、でそこからだんだん派生していきまして、カメレオンからカエルとか、あと今そうですね、今シーズンに関してはカエルと金魚をモチーフに作りました。カメレオンと今シーズンのカエルの大きなブレスレットと金魚のピアスに関しましては、色をエアブラシでつけてその上に樹脂を塗っているので、樹脂がちょっとこう水のイメージ、ちょっとトゥルッと見えるんですね。で、輝きが違うので皆さんこうガラスで作ったの、まあ、尻尾のような感じかというふうに聞いてくださるんですけれども、尻尾だとちょっと年数が経つと割れたりするんですが、樹脂ですのでそれは心配はなく、安心して使っていただけるというところが特徴だと思っています。最初はまず、銀粘土っていう素材を使ってアクセサリーを作ってたのでシルバーがメインだったんですけれども、やはりダイヤモンドですとかガーネットですとか素敵な石に出会ってくるたびに、ちょっとシルバーだったら柔らかかったりするので石をこうきちんと止められなかったりするんですね。そういう時はやっぱり金の方が少し硬くてしっかりしているし、あとちょっとこう華奢に作っても頑丈に使っていただけるので純金を使っていまして、あと日本人の方とかアジアの方っていうのはゴールドでも18よりも10の方が柔らかい金の色をしてますから、それが肌に合う色だと思いまして、そちらを使うようになりました。ワニに関して言いますと、もう子供の時からあの形をしていて、で見た感じはゴツゴツしてるんですけれども、触るとほんのりあったかくって、で皆さんなんかちょっと気持ち悪いとかっておっしゃる方もいらっしゃるんですけれども、ワニ革っていうのはやはりバッグに使ったりお財布に使ったりと肌に馴染みがある感じの手触りをしていて、それがちょっとこう生温かかった時にすごく可愛いと思ったんですね。で、そのちっちゃいものをそのまま飼うこととかはなかなか難しいので、自分の手につけたいなと思って最初にワニのリングを作り始めました。で、その表面のこのボコボコした感じっていうのが貴金属がやっぱりこう乱反射しますので、その鱗の感じとかそういうのがとてもこう映える、なのでそこからちょっとこうテクスチャーをつけてカメレオンを作ったり、あとカエルを作ったりしています。私も石を使うことも好きなので、石でももう少しちょっと
形、今シンプルなものを結構一種の感じは作ってるんですけれども、そちらももう少しこうプロデュースしていきたいなと思っているのと、まあ、あのモチーフを探すのって結構あの大変なんでいいものにも出会えればいいなと思っています。で今まではその色をつけたものに関しましては動物が多かったんですけれども、今回そのウォーターサイドっていうテーマを掲げて作ってまいりましたので、そのネックレスに関してはハスの花を作ったんですね。でこういうなんかあの植物系のものに色をつけるようなことをしていってもいいのかなというふうに今考えています。